今ロープワーク講習をやってます。でロープワーク講習をやってるんですけど、よく末端、結び目の末端をロープの例えば10倍以上を作りましょう、末端の、出る部分をですね10倍以上作りましょうということがあるんですけど、これは6ミリのロープなので6センチ、末端6センチ以上出しましょうという、でその基準をですね、目見当ではなかなか分かりづらい人は自分の指を、僕はですねこんな感じです。例えばこの小指、小指が6センチ、ちょっと字が分かりですけど、この定規で測るとですね、だいたい小指が、こちら小指が6センチです。僕の場合はこの小指の長さが、まあ、6センチ以上、6.5センチぐらいなんですけど、まあ6センチと覚えて、で人差し指はだいたい8センチで、親指は意外に短くて、親指は5センチ、まあ6センチぐらいあるんですけど、まあこれ場所がなかなか難しい、5センチで、このよくこうやってなんか測る人いますけど、僕の場合はですね、これでだいたい20センチぐらい、20センチちょっとあるのかな、20センチぐらいになると、まあこういう自分の体の一部を使ってそれを定規にすればこう分かりやすかったりとかするんで、小指6センチ。あとは、もう少し今度は8の字結びとかを結ぶときに末端を1メーターぐらい出して、そこに8の字、シングルの8の字結んでハーネスにかけて、で8の字ダブル8ノットを作るんですけど、その時にこのシングルの8の字を作る場所が大体僕の場合は1メーター欲しいんですよ。まあ、ロープの太さにもよるんですけど、まあ、8ミリとかから10ミリぐらいだと1メーターぐらい欲しいんで、そうするとですね、僕はロープを持って末端を持ってここまで、この脇のとこまでですね、これが僕の場合は1メーターなんですよ。で今度は伸ばした状態、これで掴んでる状態、ロープを掴んでる状態、こう指を伸ばして指先まではもう少しあるんですけど、掴んでる状態で 1.5 メーターなんですよ。でここを覚えておくと、何かこうロープを結んだりとかする時の基準としてはこれが1メーターとか20センチとか、そういうことを覚えておくと自分の体の一部を使って、定規にすると便利なことがあるので、特にロープを使ったりとかする時もそうですけど、その他の時も便利な場合がある。だいたい1メーターを測るって言うとこの長さになるんですよ。僕の場合は掴んだ状態、グーにした状態ですね、グーにした状態で、ここからここまで1メーターとっていうところを活用してもらえればロープワークもスムーズにできるかなという感じです。まあ、コンパスにも定規がついているんで、まあ、そういうのを使ってもいいけど、パッとロープのこう末端の長さを見たいなっていう、まあ、参考にするときはだいたい小指の長さ以上、これ6ミリですけどね、8ミリだと8センチなんで、人差し指以上っていう感じ。で10ミリのロープだったらこの20センチの半分以上、この半分以上あればいいという感じで、まあ、そんな感じで自分の体の一部を書いとかなきゃ忘れてしまうかもしれないんで書いてますけど、こんな感じです。5センチ、8センチ、6センチで伸ばし、こうやって伸ばした時は20センチ。この平らで伸ばすとですね、なかなかこういろいろこう伸び方によって変わるんで、こうグーにして、ここグーにしてつけた時のこの長さ、これが20センチってこと。だいたい20センチっていう感じで、まあ、そんな感じで体の一部を定規にして覚えると、ロープワークもやりやすい、スムーズになるかと思いますので参考にしてください。まあ、今はですね、8の字結びの練習をしています。それではまた。